はいどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆきびやファクトリー代表です。ご無沙汰な、声だと思いますが、まあゲーム自体も久しぶりのこの NFS シリーズです。はい、というわけでね、またペイバックじゃねえやヒートの方ね、やっていきたいと思うんですけど、今回ね、久しぶりの、トモクラさんと、はい、セッションね、つないでおります。パチ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 。トモクラさん、元気にしておりましたが、まあまあ元気だそうです。まあ、というわけでね、まあ、代表もね、こんな時期でもう、しかもね、代表の場合ね、花粉症持ちだからね。代表、花粉症の症状プラス、もう、自粛のせいで体がなまっちゃうっていう、もう、ものすごく、なんか、だるーい感じでいます。というわけで、代表、鼻声ですが、許してください。はい。ね、そしたら、もう、トモクラさんの方でね、パーティーの方を繋いでくれてるようなので、もう早速ね、代表ももう参加済みなので、じゃあ始めていきましょうか。はい、でね、今日の企画なんですけど、まあね、ペイバックの頃ね、まあ、さっきなんでペイバックって言い間違ったかっていうと、あのペイバックの頃に同じようなことやってたよねっていう話をしてたんで、さっきまでそれで言い間違ったっていう。まあね、あのペイバックの時に、あの皆さんね、 NFS シリーズ見てくれてる方だったら分かると思うんですけど、ペイバックシリーズの方でね、なんだっけ、赤い BRZ と一緒にドライブをした、まあそれもトモクラさんなんですけど、まあ、赤い BRZ と一緒にねドライブして撮影スポットに言ったようなのがあったと思うんです。代表シリーズはちょっと回転変わりまして、で、まあはい、トモクラさんの BRZ ね、紹介していこうと思います。これで、その動画と似たような内容のことをヒートでやっていこうじゃないと、まあ今回ね、そんなようなイメージでいこうかなって思ってます。まあね、代表のこのニューマシン、まあちょっと見てみるか。ニューマシン、この Z4 かなも、まあね、シェイクダウンということでもう完成してますけど、まあ、このマシンとかね、使っていきたいと思います。まあ、これデザインもまためんどくさかったんだよね、これね。でもこれ、あの代表の元マシンの名残とか、まああとヒートに使い始めたマシンの名残とかも結構あったりする。このボンネットの YF の文字とかね、結構名残あったりします。ではトモクラさん、場所なんですけど、どこやったかな。あ、これだこれだ。あー、夜じゃない夜じゃない、ここね、このマップの、このなんか、エッジウッドバレーっていうところで、マップになんか四角いなんかさら地みたいなところ真ん中ら辺にあるじゃない。このさら地のすぐ下のところにオーバルサーキットみたいなのちっこいのあるのわかる？これ。その近くに、そのど真ん中あたりに、なんか一個あの絵みたいなのがあるんだよね。あ、それか、このスティールドラゴンっていうサーキットバトルの右上のところ、どうしようかな。これでズームアウトできるのか。マップの本当に真ん中ら辺よりちょい左ぐらいのところに、あ、うん、エッジウッドバレーのここのちっちゃなところ。だからこの中に、なんか絵みたいなのがあるんだよね、マーカーで一個。だ、そこにマーカーつけてもらえればいいかな。というわけで、ここがなんか、あの僕が探してた中で代表がいいなと思ったんで、じゃあ早速昼までね、出ようと思います。で、ここね、向かっていきたいんですけど、まあね、今日ちょっとね、もしかしたらトモクラさんの声がね、ちょっとだけ小さいイメージを持つかもしれないですが、まあそこはご了承いただくということで、ね、お互いのね、環境の問題もあるんで、はい、はい、出ました。ということで、じゃあ早速
向かっていきまーす。ちょっと待ってよ、この音声はうるさいな。この音声でオーディオの SE ボリュームだ。 SE じゃないで、どれだ、音声これか、音声の問題だ。検索風船も少し下げようか。 BGM は基本的にオフにしてるんで、ただ BGM つけてもいいか。そもそも BGM が鳴らない。なんでなぜか BGM が鳴らない、はい、とりあえず変更保存して、じゃあ早速トモグラさん向かっていきましょうか。なんか今日あんまり喋んないですね。今日なんか不調ですか。ほう、まあでもまああんまり喋んないのはなんとなくイメージついてた感じが。ほほ、通り過ぎた。あ、確かにね、僕たちさっきまで GTA ね、グランドセフトオート のオンライン2人でやってたんで、その時の運転感覚で2、4やったら、もうだいぶなまっちゃいましたね。あ、このもうスピードトラップのこの速度表示すごい腹立つね。トモクロさん事故ってませんね。一応代表のこの Z4 中身カスタムしてないんで、側だけなんでよろしくお願いします。お、なんだろう、なんか関空場みたいなところあるな。お、トンネルもなんか良さげだし、ビタビタに後ろつけられてんな。いけ、当たったね。このプチュプチュプチュっていうこのバックタービンがどっちの車から鳴ってんのか分かんない。いや、間違いなくトモグラの車から鳴ってるな。もうさっきからプチュプチュプチュってずっと鳴ってるんだけど、もうちょいだね。これ左だね。はい。うん、代表間違ったね。ちょっと U ターンしよう。ここだね。ここから入ります。うわ、すごいダートだなこれ。はい、移動してきましたね。で、トモクラさんこれ撮ってなかったらここに A あるんで、混んでますな。で、ここに一応草広もいるんですよね。トモグラさん、いつものことが写真の方ね、とかお願いします。まあ、いいアングルに行っててね。まあこんな感じで、こう、なんていうんだろうな、もうガレージ感覚でこんな感じになってる場所なんですけど、まあ、何なんだろうな、これもともとオーガルサーキットになってたのかな。ちょうどサーキットのこれど真ん中にあるんですよね。まあ場所はこんな感じになってますと。
じゃあね、各車の方で、ね、紹介していきますか。まあ、代表の車は後回しとして、とりあえずトモグラさん今回乗ってきたね、このもう一見86に見えてしょうがない、もう 86じゃん、もうこれバンパー86だよね、これこれ86じゃん。でも BRZ のバンパーじゃないよねこれね。一応車種は BRZ ね、はい、ニードフォースピードヒートにも残念ながらトヨタ車はまだ入ってないということでね、まあトヨタもねいい加減復活を願いたいですけど、でポルツァにはもうなんかスープラとか入ってきてるらしいんで、なんか話では90スープラも入るような噂は出てるみたいじゃないですか。もうなんかポルツァやっぱりなんかもうね、でもニードフォーのね、まあ、もう制作人も、イライラじゃないですかね。自分たちにも早くトヨタ入れてくれやみたいな、ね、うん、そんなイメージだと思いますけど、なんか中に乗ってる人はなんかものすごいなんかこれすごいなんかガチ格好してるのが気のせいかな。これその割にしっかりベルトしてるし、で一応8000ファミリーって貼ってありますね。これスポイラー純正かな、これ違うな、純正ではないな、このスポイラー。でテールもなんか LED テールっぽいテールになってますね。あー、なるほど、マフラーも変えてるっぽいですね。でホイールがまたこれいいですね、生かして。まあ意外とね、もうトモグラさんもうあるあるのシンプルなカスタムになっていますので、まあ意外とこうトモグラさんにしてはちょっと暗いイメージの車になってるかなーってのがあります。まあね、あ、すいません、でなんでホイールだけこう白っぽいイメージでやったのかなっていうのはちょっと不思議ですけど、これクロームにしてんのかな、白白ですよね、これなんか US 感出したかったのかなんなのかだってですけど、白いホイールになってますね。で一応代表の Z4 も紹介しておきますか。これ一応このリアクォーターのところにユーティビアハットに立ってます。まあ一応ねスポンサーの方々もここに話せていただいてます。でね、一応協力チームの方がこっちに話になってますね。まああとはもう安定のこの CAS さんがねここに貼っとかないといけないんで。じゃあね、模様はね結構最近コロコロ変えてたりするんで、代表の車は結構コロ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 と模様は変わってます。でこのリアバンパーのこの YMF のねこの感じが好きなんですよね。これ模様と模様に挟まれた YMF みたいな。でこの動画から見た人のためにもまあ一応説明しておきますか。 YMF 通称ですけど、まあ通称はあの YMF と言ってます。でまあ一応略さないで呼ぶとベキビアオートモーターファクトリーまあ、つながったらしい名前でして、まあ、これが、ね、ユキビアファクトリーの元になっているチームの名前というわけです、はい、でそのチームの活動の一環としてこの YouTube をやらせてもらってるっていう感じなんですけど、まあ一応ねメンバーがもう全国あちこちに点在しておりまして、おかげさまでですね、YouTube 以外の活動を未だにできておりませんという感じになってます。ほぼね YouTube の活動がメインになってきちゃってますけど、まあ、それもありかなと思ってやらせてもらってます。まあ、一応今のところはね Need for Speed シリーズのね、まあ、特にペイバックの動画が一番今のところ多いかなっていう感じなんですけど。お？ペイバックの動画が一番今のところ投稿数多いじゃない。うん、多分ヒートはまだ 2,3 本しか出してないけども、ペイバックかなりの動画数いってると思うから10本超えてると思う。違
かも一本一本がある程度の時間取ってるから割と長めに時間使ってる。もう、うん、いい感じにね写真も撮れてきたと思うんですけど、まあね今回はねこうそんなのんびり走るっていうよりかはもうここ行ってみようぜって感覚だったんで、まあ突発企画ですけど、まあそしたら、まあ、まだ7分ぐらいしか経ってないですけど、まあちょっと数分ぐらい、じゃあこのせっかくオーバルサーキットに来てるんでレースでもしてみますか。まあ、7分って言うてもこれ1回動画あれしてるんで、トモグラさんに言ってないですけど、これ1回動画落ちて1回止めてるんで、そのせいで7分って表示されてますけど、実際多分10何分ぐらいは行ってると思うんで、多分オーバルの途中で一回ポコってオーバル入ってすぐのところで止まったと思うんですよ。その時一回動画落ちちゃったんで、多分保存はされてると思うんで大丈夫です。じゃあ早速レースしましょうか。軽くね、レースってもオーバルサーキット2周ぐらい走ったら終わりですよ。はい、始まりました。2チーム代表のレースですね。なんか友倉さんが早速出だしを遅れていますが大丈夫でしょうか。俺友倉さんの車がだいぶ後ろ走っておりますが、もうなんか白熱っていうよりかもうなんかだいぶ代表がリードしちゃってますが大丈夫でしょうか。はい、代表がリードしたまま、1周目が終わろうとしてますけど、お、だいぶ追いついてきましたね。多分代表の車も結構低いんですよ。あ、だだだだだだだ、あ、だいぶ BRZ 追いついてきましたね。なんか箱に当たっちゃった。なんか汚いなこれ、放置されてるからもうゴミが散らばってるな。こんなサイクル、あれあれ、え、嘘、抜かれた。危ねえ、いけ。よしよし、ギリギリ2周目は代表が1位でゴールしてます。何周か決めてないな。もう 3周でいいか。3周でゴールにしよう。3周で早い BRZ。 あ、いた。もう代表完敗ですね。追いつきません。はい、追いつかず3周終わりましたけど、なんか全然なんかレースって感じしません。ただぐるぐるドライブした感がすごいんですけど、まあこんな感じにね、代表も鼻声ひどくなっちゃうな、ね、うん、まあなんていうかな、ここの写真よくねこれ。この止め方した写真いいね。うん、まあなんだろう、自粛中ですけど一応機械を見ながらまあね動画の方何本か出せたらなとも思ってるんで、まあもしね皆さんもせっかく自粛中なんで、まあ、自粛してると思いますけど、まあ、時間取れればもうね皆さんで YouTube を見ていただければなと思います。僕たちもそのために頑張らなきゃいけないんですけど、あんまり投稿数がね多くなくて、まあ、近々ねトミカミニカーシリーズの方も投稿考えてますんで、まあ、そちらの方もよぜひね見てもらえればと思います。でね、他にもねあれでもね今 PV1 個作ってるもんね。
今ね PV1 個作ってるもんで、ゲームのね、うん、いやその PV もね、まあ、もうちょっとしたら出るかなって思うんで、まあ、最近 PV 系が増えてるのは、まあ代表の個人的なあの花粉症による鼻声のせいっていうのもあるんですけど、あんまり声出ししてあれできないんで、はい、まあ、治るまでもうちょっと待ってもらえるってことで、まああと他のメンツとのね時間との兼ね合いとかもありますんで、まあ、新メンバーとかね今年もね加えれたらいいんだけどね、まあ、なんか友倉さんがまた誰かを呼んでくださると思うんで、きっとそれを楽しみにまたなんかいい人見つけてください。まあね一人ね、まあ、またあの方がね連絡つけばね撮影に参加してもらえたら嬉しいですけど、そうな、おい、まあそうですね、まあ、最近ね皆さんね時間も狂ったり調子も狂ったりしていろいろ大変ですけど、まあ、時間があればその都度って感じで、はい、まあなんとかやっていけるようにしましょうか。まあ、というわけでね、今回の動画ももう13分ぐらい経つんですが、だからもう元動画と組み合わせたら、まあ20分近くになるんで、まあある程度の時間は経つんで、まあこの辺に終わりにしときましょうかということで、はい。まあ突発企画でしたけど、まあなんかね、超グダった感ありますけど。はい、もう何やってんだこれって、もうほぼ雑談動画みたいな感じになってるんですけど。まあね、久しぶりに2人でまたやりましたって思って、もうね、メインメンバーっていうよりか、もうなんか、副代表感覚だよね、もうね、トモクラはね。もう、お互いのチームで代表、副代表やってるようなもんだもんね。うん、もうそんな感じするよ。なんか一番動画に出演する頻度が多いし、もう雨止んできたんだけど、このゲームの中の雨が止んできた。もうなんかそんな感じもするから、まあちょくちょくねまた動画の方出れたらねーってのもあります。まあね GTA の動画もあんま出してないから出そう、 GTA も、うん、ね、あの8000がね開いてくれないとね、ミーティングかなんか開いてくれないと、ツーリングでもいいから何でもいいからなんか開いてくれれば、 GTA もそんな出してないから、うん、まああとは8000のメンバーでみんなであのカジノで何万円分使ってみようみたいな、そんな企画とかもありだし、まあなんか面白い企画程度に8000代表さん考えておいてくださいよ。まあその時は楽しみにしてますということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておきましょうか。はい、もうプーってね。はい、というわけでじゃあ今回ね、まあトモクラさん、8000の代表のトモクラさんとね2人久しぶりに24シリーズということでドライブしてみました。ほぼ雑談配信でしたね。はい。というわけでは今回ニード4シリーズ、ニード4スピードヒートでしたね。はい、また次回のね、今度多分 PV になると思います。次回の動画もお楽しみに。それでは代表雪宮でした。グダグダ配信お疲れ様です。バイバイ。I'm trying to open the heartbeat.